日本プロサッカーリーグ公益社団法人日本プロサッカーリーグは日本のプロサッカーリーグである日本プロサッカーリーグ J リーグの管理運営などを主な目的とする団体である。以下においては運営組織法人については日本プロサッカーリーグの法人により運営されるリーグそのものについては J リーグの表記を用いる。日本プロサッカーリーグは 日本サッカー協会の下で1991年に設立されたプロサッカーを通じて日本のサッカーの水準の向上及びサッカーの普及を図ることにより豊かなスポーツ文化の振興及び国民の心身の健全な発達に寄与するとともに国際社会における交流及び親善に貢献することを定漢上の目的と定めており、定漢第三条具体的には J リーグの管理運営や選手のキャリア支援、サッカーを核とした日本国民への幅広いスポーツ振興、J リーグ100年構想を行うことを主な目的としている。法的には、社団法人の最高責任者は、理事長というのが正しい故障だが、初代理事長である川淵三郎の発案により、チェアマン、議長という通称が合わせて用いられることとなった。 2012年4月1日に社団法人から公益社団法人へ移行した。国の公益法人制度改革に基づくもので事業を展開する際、税制面で優遇されるなどの利点がある。2011年12月1日に移行申請し、2012年3月16日に内閣府から認定内定を受けている。法人の構成員は定管第5条に 定めがあり、以下の会員区分により構成されている。なお、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、以下、社団、財団法上の社員は上記の正会員をもって当てるとされており、最高議決機関である総会への出席、投票権は正会員のみ与えられている。また、総会において理事が選出され、業務執行のために理事会を構成している。 なお、2013年1月22日の規約改正時点では、チェアマン以外の正会員となることを目指す法人として、準会員の資格が存在した。J3 リーグ発足を念頭に設定された資格で、2012年までの J リーグ準加盟クラブのうち、J3 に所属するクラブを、J リーグ準会員、J3 会員、J3 を目指して活動するクラブのうち、 J リーグの審査を受けて承認されたクラブを J リーグ100年構想クラブと呼ぶこととしていたが2014年の規約改正で J3 会員を正会員の一部と位置づけることとなったためこの資格は消滅した役員の位置づけについては定官第21条に定めがあり15名以上20名以内の理事2名以内の幹事を置くこととしている理事のうち1名を 理事長、チェアマンとし、1名以内の副理事長、2名以内の専務理事及び常務理事を置くことができるとしている。任期は2年、ただし再任を妨げない、定官、第25条。特任理事は2014年の定官改定時に新たに設けられた役職で、理事会に出席し、意見を述べ、質疑に応じることができる代わりに、理事会での議決権を有しない、定官、 第21条の2。チェアマンをもって、社団、財団法上の代表理事、副理事長、専務理事、常務理事をもって、社団、財団法上の業務執行理事と位置づけている。これらの4役は、日本プロサッカーリーグの常勤役員となっている。以下は、2018年3月27日現在の役員一覧。日本プロサッカーリーグへの入会については、 定款第6条に定めがあり、会員になろうとする者は、入会申込書を、理事長、チェアマンに提出し、理事会の承認を受けなければならないとされている。正会員としての入会にあたっては、複数の要件があり、2013年からは、各会員資格に応じた、クラブライセンスの取得が必須となっている。なお、名誉会員は、入会の手続きを要せず、 本人の承諾をもって会員となるものとされている。一方、会員の大会、脱退については、定款の第8条から第10条に定めがあり、以下の3種類の形が想定されている。日本プロサッカーリーグでは次のような育成活動を行っている。日本における多くのスポーツ団体の活動目的が、大会の開催、競技レベルの向上、 普及活動などであるのに対し、日本プロサッカーリーグでは、理念の一つに、豊かなスポーツ文化の振興及び、民の心身の健全な発達への寄与を掲げ、サッカー以外のスポーツ活動に対する支援をしている、点が特徴として挙げられる。具体的活動としては、J リーグとサントリーとの共同企画である、サンディ・ J リーグスポーツクリニックや、J リーグに参加する各クラブが、自主的、 主体的に行うサッカー以外のスポーツ振興活動への資金支援などである。資金支援には2006年度で年額4100万円、当初の3500万円から増額が予算として計上されており、クラブは経費の一部を J リーグから支援で賄うことができる。過去に支援された活動はテニスやバレーボールなどのスポーツ教室の開催、 バスケットボールやマラソンなどのスポーツの大会の開催、クラブ参加のソフトボールチームやトライアスロンチームのエイなど様々である。日本プロサッカーリーグがリーグ戦以外に主催する大会は以下の通り、突起ないものは日本サッカー協会との共催。日本プロサッカーリーグが放映権を一括して管理、販売し、それによって得られた放映権料を 各クラブに分配している。また、放映権と同様に試合や、J リーグ取材行事の写真及び、選手の肖像権は、J リーグフォト、J リーグ及び各、J クラブチームの商標及び選手、スタッフの肖像を使用しての商品化権については J、リーグンタープライズの各関連会社、J リーグメディアプロモーション等を通じ、J リーグが一括して管理している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。